はい、こんにちは。はい、チャンクでーす。ママでーす。ミユでーす。ふーちゃんでーす。前回カップラーメンのねランキング3位を紹介したんですけど、トップ3、好きなカップラーメンね、トップ3紹介したんですけど、今日は好きなね冷凍食品をねベスト3を紹介しようかなと思いまーす。ミユちゃんの第3位は何でしょう。じゃん。お、濃厚ボロネーゼ、じっくり煮込んだ濃厚ボロネーゼ、ママのやつです。じっくり煮込んだボロネーゼ、あ、パスタ、レンジで5分30秒美味しそうやな。ママのやつ、はい、ママのやつ。ちなみにちょっとね、僕も時間かかるんで紹介しておきます。僕のランキングサインがこちら。じゃん、ドン、大阪王将羽根付きスタミナ肉餃子、ニンニクマシマシってことで、マシ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 、はい、ということで第3位作っていきましょう。イエイイエイイエイ。はい、ということでね、僕の第3位の羽根付き餃子を、餃子の王将のね、ニンニクマシマシ餃子、これね、びっくりしたのがね、蓋もいらんし、水もいらんし、油もいらんし、フライパンでやるだけ。この付属のね、塩があったんで、それで食べてみます。みーちゃんはゆずポン、ゆずポン一味がな最強なんや。何でもいただきます。あ、みーから言っちゃダメ。いいよ、いい、 Take yes。 これはギョーザはこう中を開けるんで、なんで一回破れるん、破って、こんな羽付きになる。うん、どう、うまい。いただきます。とりあえずね、何もつけずに最初食べます。いただきます。うまい。うん、あ、これうまいな。うん、ペロッといけるな、これ。これでもうまい。これ別にさ、酒のつまみとかええな。これええな、欲しいしな。めっちゃニンニク効いとる。次塩がついた、塩だれで。うん、うん、肉汁やばいな。あ、うまっ。うまい。こう羽が結構ついてる、ね、付属の塩でいただきます。うまい、ふーちゃん、うん、ジューシーな。じゃ塩つけさせて。塩も合うよ。あと4つしかなくなっちゃった。ジューシーじゃな、めっちゃジューシーじゃな。おいしい、うん、はい、じゃあ僕の第3位、餃子の王将のニンニクマシマシ餃子でした。ごちそうさまでした。はい、ということでね、みーちゃんの第3位、これはボロネーゼ、ボロネーゼ、濃厚ボロネーゼ。これ何や、200円。200円、うん、安っ。200円、安っ。何度か言ってよ、食べてみて。いただきます。なあちゃんがな、ボロネーゼが好きだけような、買うんよ。ボロネーゼ好きよな。うん、昼ご飯とかな、ブルネーズが食べたいっていう。ガム食べよ。今ジュージュいる？まだ。うん。うまい？うまっ。ボルネーゼ。あ、うまそう。あのパスタ食べんもんな。いただきます。全部食べようか。ハラペーニョのタバスコです。うまいな、それ。いきます。うまいだろ？うん。結構くるじゃろ。結構入れた。ん？ちょんちょんちょん。三四滴。おいしいね。辛い？おいしいね。辛い？もう全然。もうちょっとかける？うん。ちょっとちょうだい、あと一口最後ちょうだい。いいよ、お食べになって。いやー、ちょん、限度をしろや、限度。10滴ぐらい今言ったよ。え、混ぜんの、ほんでちょ、カロね、多分これタバスコ、カロね、タバスコやこね。いただきます。ちょうどええもん、
これでもね、もうちょっとかけてみようかな。うん、幸せな気持ちになる。はい、じゃあね、僕の第2位と嫁さんの第2位を紹介しましょう。はい、僕の第2位はこれ、これは無難、みんな大好き、じゃじゃん、味の素エビシューマイ。これね、美味しいよな。美味しい、うん、無難に美味しいよな、これ無難に美味しい。これマヨネーズつけるの。いやでもこれをおかずで食べたことないかも。そう、弁当に入ってるっていうイメージだよな。これ絶対うまいよね。値段上がったこれ、うん、ちょっと高かった。なんか150円よな普通。あ、なんか新しくなってるとか、ボリューム大とか。無邪気やろ。これ僕の第2位です、味の素さんのエビシューマイ。はい、じゃあ第2位教えてください。はい、姉ちゃんの第3位、うん、第2位、第2位はじゃじゃん、シューマイ芝居。おお、一緒だよ、シューマイ。ザ・シューマイ、いいやつだなそれ。何て、肉の、豚のあふれる肉汁に XO ジャンとネギ油が香るザ・シューマイ。これ美味しいよね。これ高いやつだ、ね、いいやつだな。これちゃんけが昔ここに来たてかな、ここに住みたてぐらいの時に買ってきてくれて、私こういうの全然食べたことなくて、食うたらうまかったん、うまかったん。これ9個入りだけどうするの、半分ぐらいする。うん、半分ぐらいで、はい、はい、ということでラップでチンしてきます。お願いします。それラップいらんので。おいしいな。今日のふーちゃんはピーチャー。ご飯か。ご飯おいしい。パンも。イェイ。んー、ミス。ラフィーちゃん。はい、僕の第2位のエビシューマイレンジチンしてきました。あれ、早速食べましょう。これで食べる？取ってくる？これ見るのやないてか。まず、ダムつけずに。やった、すっげー。これ、これよ。プリンプリン。うん。うまい。うまい。マヨネーズも。やばい、ニコドリのやつ。これないの、これ。これだ。マジでこれ、この味。うん。うまい。マヨネーズ最高これ。うん。おじちゃん。おじちゃん。うん。うん、あっ、うまいよな。でも何もいらんかもな。うん、マヨパンもうまい。はい、ごちそうさまでした。シューマーイ、みえちゃんお強しのやつです。好きなやつ、大きいよ。やっぱさっきのコンぐらいだったが、これはね、なんとね、こんぐらいあるん。大きい、うん、汁が垂れる、これ。あコロ、コロンチョ、コロンチョじゃん。で、これめっちゃ、椎茸とか、いろいろ入っとって、美味しいんですよ。見せてあげて。見せたら。赤い。あ、もう肉汁がやばい、これもう。この中に肉汁が溜まっとるもん、トレーの中に。いただきます。うん、やけどする。うまっ、うまいわ。今日の夜の飲みにとっとこうや、これな。うん、めっちゃハホン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 おじさん。うん、おいしい。おいしい。おいしい。辛子でしょ、やっぱシューマイと言ったら。あ、うん、おいしい。大丈夫。あ、死にかけた。
びっくりした？ごちそうさまでした。わかりました。というわけで第1位を発表します。はい、じゃあ僕からいきますね。お願いします。はい、じゃあ僕が選ぶ冷凍食品ベスト3第1位はでるるるるるるダンダン、おせえなまたね、味の素さんのエビのふんわりフライ、これはねもうね正直めちゃくちゃうまいっていうわけではないよ。もう弁当にねいつも入ってたよこれ。あ、そうなの。子供の頃これ食べたことない。これを食べたらなんかね、小中高を思い出す感じ。うーん、はあ、めちゃくちゃうまいわけじゃないけど、その懐かしい子供の味っていう感じ。子供の頃の幼少期の味が、思い出がふわーっと頭に浮かぶ。走馬灯のように。走馬灯。第一は。じゃじゃん。じゃじゃん。ダン。セブンイレブンの味噌ラーメン。セブンイレブンなんだ。冷凍味噌ラーメン、これもう絶対マジで。ローソンも美味しいよ、うん、ローソンも大好きなんだけど、うん、ローソンはな、具がついてないで、これはメンマとかもやしがついたんよ。はい、ということで僕の第1位がね、この懐かしいエビプリプリカツ。これね、まあ正直めちゃくちゃうまいっていうわけじゃないんですが、僕はね個人的に好きなんです。いただきます。今嫁さんちょっとねラーメン作ってます。いただきます。うん、うん、あ、別にうまいってわけじゃねえけど思い出す。ちょっとねこれがね弁当の時は冷凍焼けしてる味とかしてましたもん。懐かしいや。うん、エビフライプリプリ、おいしい。懐かしい。懐かしい。はい、ということでね、みんちゃんの第1位出来上がりました。紹介してください。じゃん、セブンの味噌ラーメン。うわ、冷凍味噌ラーメン具入っとるよ。潰してあげて。メンマともやしが入っとんじゃけど。チャーシューは？チャーシューとかはないよ。あ、そうなの。うん、あ、そう。これ何本？何円？200円。200円。98円。食べた。ふーちゃんごちそうさましたんでしょ？いや、食べるな。ふりかけで食べる？チーズ食べる。ふーちゃん、チーズとご飯と違い？これに一味を入れて、チーズ、あとアンパンマチーズ、ちょっと待ってよ、アンパンマチーズあるから。ジュースいただきます。持って持って、乾杯でしょ、うん、あ、違う違う、コップ持って、うん、はい、よかった、乾杯。うん、乾杯、乾杯、乾杯。うまい。おいしい。一味が少ないな、これちょっと。味噌ラーメン初めて見たんだけど、セブンの。うまいよ、食べる。スミレとどっちがうまい？こっち。うぅ、ミーはな。あのあれは？カップラーメンの味噌は？こっち？玉ねぎともやしと。うん、これなんか旨味がいっぱい入ってるな。うまいわ。美味しいやろ。うん、でも俺はスミレが好きかな。うん、ごちそうさまでした。はい、今回ね、まあ、冷凍食品ベスト3やっていったんですけど、まあなんか他になんかやってほしいベスト3とかあれば、まあ今、まあね、スキアとかもあるんですけど、まあ他なんかでやってほしいベスト3があったらよろしくお願いします。で、今回は、各自好きな冷凍食品ベスト3を発表しました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。ならやめ。